皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。本日はこちら、9種類のおかずが勢ぞろい、のり弁当かな、これを食べていきたいと思います。内容がね、見づらいな、これ蓋開けますね。今日はね、そんなに温めてないんで熱くないんですよね。知恵を使って、内容はね、こんなお弁当です。じゃーん、危ね、あ、大丈夫かな、はい。これで398円と。だ、9種類のおかずに、まあ、ご飯入れて10種類なのかな、10種類で398円なので、1つ39円というお買い得なお弁当になっています。でね、今日はね、海苔の味噌汁も買ってきました。ちょっと蓋開けますね。あっち、あっち、何これ、あっち、あっち、開かない、あっち、あっち、はい、おお、すげえ熱気ね、これ。あ、全然大丈夫ですよね、あっち、はい。ということで、今日はお弁当と海苔の味噌汁を食べていくという動画になります。でね、これ箸がね、なんか丸い箸なんですよね、ちょっと珍しいかなっていう。はい、じゃあ早速いただきます。内容なんで9種類入ってる。きんぴらで1で、コロッケかな、コロッケで2、ウインナーで3、このミートボールで4で、このパスタで5、ちくわで6で、白身で7、ゆで卵で8、桜大根で9と。はい、やっぱまあ9種類入ってます。これ大体きんぴらから食べると美味しいよね。あ、うん、結構ね、しょっぱく作ってます。それはあれなのね、ご飯が進むようにっていう。あ、ご飯はね、この間のご飯の方がうまかったっす。なんだろう、海苔がついてるから、ちょっとあれかな、ご飯の味落としたのかなね。きんぴら結構美味しいっす。そういえばこの赤いウインナーってあんまり大人になって見ないっすよね。昔はこういうのいっぱいあったと思うんですけど、今普通のウインナーが主流になってますよね。あ、赤いウインナー美味しい。そう、あのちくわ店、ちょっと思い出があって、僕ね、昔20代の頃、20だから3、4ぐらい、その新入社員で仕事始めてぐらいの時に、あの仕事がね、やっぱり遅くなるんですよ。当時11時とか夜終わるのが、ほんと終電ギリギリとかで帰ってて、で夜中12時までやってるお弁当屋さんが、あの家のすぐ近くにあったんです。でね、そこのお店でいつも頼んでたのが、あの海苔弁だったんですよ。300円の海苔弁を毎回、それを頼んでいて、で他にもあるんですよ、あのハンバーグ弁当とかとんかつ弁当とか、まあ、500円とか580円とかで、他にも美味しそうなお弁当あったんですけど、僕このね、ちくわの天ぷらがすごい好きで、でこれ入ってんのって海苔弁しかなかったんですよ。それで毎回海苔弁頼んでたら、あのお店の店長さんが、お兄さん海苔弁好きだねっていう話しかけてくれて、いや海苔弁っていうか、このちくわが好きなんですっていう話をしたら、なんかじゃあ単品で作ってあげようかって言われて、で1個30円って言われたので、その日から海苔弁プラスこのちくわの天ぷら5個追加して、超豪華海苔弁を一人で作って食べてましたね。だこれ5個頼んでも合計450円なので安いんですよね。でもこれが本当ね、ちくわが大好きで、だ一時期ずっとちくわの天ぷら食べてましたね。そんなちくわの天ぷらいただきます。あ、でも
これしなしなしちゃってるわね。俺はしなしなしちゃってるんであれですけど、揚げたてのねちくわの天ぷらはやっぱ美味しいんですよね。でね、そこのお店なんかそうやって話しかけてくれたりするんで、僕なんか味がどうこうっていうよりもなんかそのお店の人柄がいいなっていうお店、まあ入りやすいお店だったりとかそういうお店が好きなので、そこよくね通ってたんですけど、なんか近所ではそんなに美味しくはないとかって評判だったらしくて、2年ぐらいで潰れちゃいましたね。いいお店だったんだけどな。ヤマケンみたいにね味のわからない男にはいいお弁当屋さんでした。ちょっとね味噌汁いただきます。あ、まだ熱湯入れたからかな。ちょっとねきんぴらから片付けちゃおうと思います。これも野菜だもんね。野菜から先に食べていかないと。あ、違う、これすんげえしょっぱいから味しなくなるかもしんねえ。あー、失敗しちゃった。でね、これご飯がなんかポロポロしてて、なんだろう、ポロポロ米かなね、なんかポロポロ米です。これね、朝買って今昼だからそんな時間経ってないはずなんですけど、ポロポロ米と、はい、いう形になってます。うん、ちくわはしなしなかな。で、これ海苔弁の海苔ってさ、そこのお弁当屋さんもそうだったんですけど、あのそこはね、海苔にこうやって切れ込みが入ってたんですね、あの食べやすいようにって。でも絶対ね、最後ボロボロになるんですよね。こうやって、うまく取れなくて。あ、おかか入ってるんで、薄い味して美味しいです。このきんぴらがね、しょっぱすぎたかなって思います。じゃあちょっとね、コロッケ。これ半分だから一口でいいかな？一口でいっちゃうかな？いただきます。うん、うん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 ね、見るのこれ、はい、はい、失礼しましたね。味がしない、味がしないと思ったらこれじゃないね。かけんの忘れちゃった。これをちくわでも使いたいね。これ醤油だからもう何にもかけないで食べちゃった。だからあれだったのかな、なんかいまいちだったのかなね。で、パスタと、あ、これ皆さんどう思います？これパスタなのかスパゲティなのかっていう、前回の動画で僕はスパゲティって言ったんですけど、なんかパスタだっていう意見もあって、なんだろうね、その正式なあれはどうのこうのとかって言うんじゃなくてね、こういうお弁当に入ってるちょっとしたやつはスパゲティっていう認識なんですよ。で、ああいうなんか専門店今多いじゃないですか、パスタのナポリタンとかミートソースとかから、まあ今ウニのなんとかとかいろんな種類出してるようなお店のものをパスタって僕は言うのかなと思ってるんですけど、どうですか皆さんね。これはまあ人それぞれなんだと思うんですけど、ちょっとに肉団子いただきます。ニートボールだよねこれね。あ、違う、美味しい。これあのなんだろう、中華風の肉団子みたいな、ミートボールとなんか全然違います。これ海苔邪魔だよね、もうね、パラパラご飯なのに海苔がくっついてから取りづらいっていうね。なんでパラパラご飯って、はい、パラパラご飯が合うのはチャーハンだけですよね。じゃあね、ゆで卵、卵料理の卵料理っていうか分かんないですけど、卵の
ね、なんか一品つけてくれるんだったら、一番美味しいのは、やっぱり目玉焼きかなって、思います。もし半分だったら、この黄身をちょっと固めに焼いて、目玉焼き半分に切って入れてくれるとかが、一番嬉しいです。で、その次に嬉しいのは、なんかスクランブルエッグみたいなね、そういうのがちょっと乗ってても、嬉しいんですけど、まあ、ゆで卵。好きな人は好きですけどね、なんか塩軽く振って食べるとか。はい、ちょっとまた味噌汁、熱い、まだ熱いな、これ。そういえば、この海苔の味噌汁って、なんか最近ですよね。最近っていうか、ここ10年、20年ぐらい?10 年、20年を最近って言い出したらもう終わりですけど、昔はなんかなかったっすよね。あんまり。僕のイメージだと、スシローとか、あれ回転寿司、かっぱ寿司とか、かっぱはどうかわかんないですけど、スシローとかああいうところで、なんか味噌汁、販売するようになって、で、当時はね、なんかまだ、アサリとかは180円とかしてて、海苔の味噌汁だけ、お寿司と一緒、100円だったんですよ。今はわかんないですけど、それで、じゃあ安いと思って、海苔の味噌汁をよく頼んでたら、なんかいつの間にか食卓にも定着したっていう、そんな感じがあるんですけど、どうでしょう。まあ、山県調べなんでね、外れてる可能性多々ありますけど。はい、この、白身魚、これね、本来、揚げたてだとすごい美味しいんですよ。サクサクしてて、で、このタルタルソースでね、食べるのがすごく美味しいんですけど、もう見るからにしなしなになっちゃってるんで、まあまあしょうがないかなとは思うんですけど、いただきます。うん。あ、うまこれ。うめえやこれ。なにこれ。なんかね、衣があるでしょ?で、魚がその下に入ってるでしょ?その衣とね、魚の間に、なんか味の膜みたいなのがある。ちょっとしょっぱい。なにこれ?あ、うまっ。これうめえや。ねえ、しなしななのにうめえや、これ。すげえじゃん。これ9種類の弁当じゃなくて、白身フライ弁当にした方がいいと思うよ、名前。ね。お店の人もうるせえよと思ってんだろうね。はい、これ、美味しいっす。今日はね、ちょっとおかずが足んなくなるパターンだね。でも、おかかがあるから大丈夫です。もう年末ですよ。どうですか?もう終わりました?今年を終わらせる準備は。来年を迎える準備って言った方がいいのかな?うん。生っきのね、まだやっと仕事が落ち着いてきたので、まあ、一段落かなっていうところです。動画はね、もう1月5日分ぐらいまでは全部載っけたので、ね、あとはまあ、仕事早く、今年の分終わらせて、まあ、来年に備えていこうかなと思ってます。あと家のこともやってね。なんかさ、開ける寸前までは、もうこれもやんないと、あれもやんないと、みたいな。ね、忙しいな、とかと思うんですけど、なんか開けたら開けたで、開けないんですよね。あ、もうお正月になったからいいや、みたいな。あれ、なんなんでしょうね。大晦日のうちになんか、ここまでやっとかないと、みたいな、気分にさせられるんですよね。それが、大晦日マジックと。ね。僕だけかもしれないですけどね。このちっちゃいの食べづら。ね。結構ね、細かいのがいっぱい。
はい、ラストで、肉団子ゆで卵でさ、ご飯って食べれないよね。食べれんのかな、みんな。今これおかかついてるんでね。今日は疲れ気味で若干トークの量が落ちてますよ。ね、ヤマケン比で2割減ぐらいかな。ね。あ、ぬるくなっちゃった。味噌汁ぬるくなっちゃったよ。なんで？あんな熱かったのに。なんか海苔の味噌汁ってでも美味しいよね。誰が考えたんだろう最初に。昔の人かな、スシローかな。はい、あ、卵あった。はい、これで全て完食しましたね。ごちそうさまでした。はい、今後もね、お弁当ただただ食べるっていう動画を、まあ、撮れるときは撮っていきたいなと思いますので、よかったらまた見に来ていただけると嬉しいです。ということで、今回はありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ヤマケンでした。まあ、頭ほっての君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう、僕と二人で。今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。